はい、こんにちは、Kチャンネルです、本日はですね、今私のパーティーが、リーダーがバルキリー、で2番目が信長、3番目がフェンリルっていうパーティーです。で、本日はですね、先ほどゴジラコラボガチャしたんですけど、それでこの大怪獣猛進撃っていうイベントクエストが出てるんで、これをやってみたいと思います。助っ人はですね、アリスでいきたいと思います。普通にやっていきます。あまり悠長なことしてたら、あーまさか、あーハート取れず、ハート取れず、何やってんだよ、やばいね。やばい、貫通がいねえからこれ取れねえじゃん。やばい、これどうやってハート取る。あー、これはやばい、はー、あー、これはやばい、やばいぞこれ、どうする。
りあえずこいつで取るしかねえな。出ちゃったよ。あいつか。でここまではいけるんだけど、この後なんだよね。エクストラステージがめっちゃ強いんだよね。挑戦するでしょ。このデストロイヤーとゴジラがめっちゃ強いんだよ。さあ、ここから真面目にやんないとやられちゃうぞ。火力が半端ないからね。これ取っちゃうな。よし、あそこに入り込め。よし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 、いいぞ。よし、ダメージオールがやべえな。あ、よし、あ、来た、動いてきた。こっちかな。あ、入り込んだんだけどな。ハート取っちゃったよ。あ、こいつ大丈夫か。ちょっとこっち側に打っとくか。失敗しちゃいけないからな。よし、あぶねえ。こいつダメージオールやったかな。よし、これは気兼ねなくいけるな。よし、あとちょっと。ああ、もう行くしかねえよな。俺うぃさあ、どうすっぺか。横カンカンだろう。うわ、全然効かねえ。スウェーボス。うわ、動いてきた。
あーダメージを受けた。いけ。あー入り込んで欲しかったな。どっかよし、もうこれはもうボスを狙うでしょう、これ。よし、弱点いけ。弱っ。こいつはまだ来てないから、こいつで倒すか。うわー、ダメージが来た。うわー。勝負かけるか？リスクを負って。失敗したらもう死ぬな。うん、ディスコって意味なかったな。よし、もうこれ行くでしょ。これあれやったよね。さっきミスったからな。もう一回ミスらない。行け。あー頼む、持ってくれ。いろんなやつに当てたらよかったよね。あーあとちょっとだけ。よしよし。あーあとちょっと。いけ。あー頼む、持ってくれ。あぶねー。これで失敗したら死ぬな。よし、こういったろう。よーし、倒したー。お、ドロップしたぞ。これはドロップしたんじゃねえか。ハートはすぐに取らないで。お、ゴジラが2個だ。デストロイヤー来た？もしかしてスーパーディア。おお来た、デストロイヤー。ディアどこじゃん。お、アンチワープだ。これ使えるかも。お、貼ってんじゃん、デストロイヤー。飛行があるので、地雷の影響を受けず、さらにアンチワープ、アンチ呪力割を持っているので、ダメージウォール以外の全てのギフに対応できる汎用性がとても高い。またドロップ入手の中ではヒットポイントが高く、足す上限まで育てると25,500を超える。お、いいじゃん。攻撃力が低く、足す上限まで育てると1800届かない。ああ攻撃力が弱いんだね。
総合効果ダメージウォール以外のギミック全てに採用できるので汎用性が高く初級中級者に嬉しいモンスター。おーすごいじゃん、よかったね。大怪獣猛進撃をやってみたでした。ジャニー。